タガログ語はフィリピンの言語の一つ。タガル語とも言う。フィリピンの内首とマニラを含むルソン島南部を中心に用いられている言語で、英語とともにフィリピンの公用語として採用されている。オーストロネシア語族に属する。フィリピン語は憲法に定められた国語としての名称であり、実質的にタガログ語とほぼ同じと考えて良い。 タガログ語が F と P の区別を持たないため、この言語はフィリピノ語と名付けられたが、1972年憲法でフィリピノ語に解消された。アリバタ文字一覧同じシーンの字の表記例かつては、インド起源の音節文字やアラビア文字を用いていたが、現在はもっぱらラテン文字を用いる。母音は A、E、I、O、U の5個。シーンは P、T、K、B。 d, g, m, n, n s, h, l, r, w, y の16個がある。ただし、スペイン語、英語由来の固有名詞には c, f, j, q, v, x, z も用いられる。タガログ語のローマ字は、アバカダと呼ばれ、1987年に制定されたものである。アバカダという名前の由来は、 英語の ABCD に当たる先頭の4文字がアブクドであることによる。表記はほぼ発音通りであるが、難が単独のシーンであることに注意されたい。例外的に、マーカーの難は、難、な、複数を表すマガは、漫画、マあ、と発音する。また、スペイン語、英語に由来する固有名詞は、タガログ語本来の綴り字の発音と異なる場合がある。 アクセントの区別があるが、辞書などを除いて表記されない。例えば ASO は、A にアクセントを置くと、犬、O にアクセントを置くと、煙を意味する。また、スペイン語に由来する固有名詞で、スペイン語の腹つづりに、アクセント記号がつく場合でも省略されることが多い。例、3のゼ、コラソンアキーノ。タガログ語には、アルファベット文字で表されないシ音が一つある。 日本語で、はい、という時の、の部分に当たる音で、正門閉鎖音と呼ばれる。この正門閉鎖音は、単語の東語、中間、語末のすべての位置に現れ、語等で母音の前、単語の中間で母音と母音の間に生じるものには、表示されず、単語の中間で、子音と母音の間に生じるものは、符号で表される。語末で母音の後に生じるものは、 この母音の上にを付けることによって表される。この母音の上にアクセントがある場合はアクセント符号との組み合わせでで表される。二重母音スペイン語からの借用語における二重母音は次のような特徴がある。二次下げは外来語のみに用いられる文字。スペイン語綴りのタガログ下英語では基本的な文は主語と述語で構成されるがタガログ語は 主題と助述から成り立つ。主題は話して、聞き手にとって、話題となっているもので、名詞か名詞句、または、形容詞である。助述は主題に関する情報を提供するもので、動詞、形容詞、全知識などである。タガログ語の基本文は三つのタイプから成り立つ。または、アンナナイコウ、私の母は太っている。アンマガバターイにチューチューローグ、子供たちが眠っている。 モスラップワンマンがマンゴーが美味しいです。タガログ語の節字には、語根の前に添える、節頭時、語根の最初の子音と母音の間に添える、接中時、語根の最後に添える設備時が存在する。節字の中には、動詞、名詞、形容詞、副詞、数詞、代名詞を形成するものが存在する。名詞の節字タガログ語の名詞は語根化。 ここに節字が添えられたものがほとんどである。名詞を形成する節字は20余りある。形容詞の節字タガログ語の主な挨拶表現と数詞を紹介する。目上や年上の人との会話には PO を文章の最後につける。PO をつけた敬語表現では相手が一人でも必ずに認証を複数型にする。数詞、ないはスペイン語からの借用語で、 時刻を言うときなどに用いる。時刻表現の例。ありがとうございます。